こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アレノプシス、これは好スタート。シーサンダース、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくフィージー行きました。続いて前へ行くのはアレノプシス、さらにはシャトーンウォン、6番レイクエキスプレス、その後ろ。それでは先頭からセカンドフロンティア先手を取りました。内からはサーガバッグ、アレノプシス好位をキープ。その隣にレイクエキスプレス、フレンチバレー、そのうちに続いています。オレンジの帽子、シャトーンウォン、その後ろ。すぐ隣にグルメガール、その横にバブルスピン、シーサンダース、そのうちに続いています。その隣にサンフォードランサム。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭はフィージー、サーガバッグ、ほとんど差がありません。レイクエキスプレス3番手、大外からピンクの帽子、アレノプシス伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ先頭はファレノプシス、離れてフィージー、内からはサーガバッグ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はファレノプシス、突き放しにかかります。2番手はフィージー、後続は大きく離れました。2番手はシーサンダース、ファレノプシス独走、ファレノプシスぶっちぎりです。ファレノプシス1着、2着はシーサンダース、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ファレノプシス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を切るのはどの馬か。ジョンズコール前に行きそうです。リンドアリーナ、それに続いています。さらにはシアトルパサー、10番マーベラスサンデー、その後ろ。ヤグリ、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から、先手を取ったのはフローラルフォワード、大きく離れました。ジョンズコール、カワッチサンライズ、好位をキープ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはフローラルフォワード、そして大きく離れてジョンズコール、この位置です。好位置をキープしています。カワッチサンライズ、緑の帽子、マーベラスサンデー、その後ろ。大きく離れました。リンドアリーナ、並んで8番ミルサスピション、これに続いてシアトルパサー、そして大きく離れてリッチロンドン、この位置です。並んで3番シックスディッシュ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ2番フローラルフォワード、2番手はジョンズコール、マーベラスサンデー、3番手カワッチサンライズ、いい位置です。さあここからどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はフローラルフォワード、内からはジョンズコール、並んでマーベラスサンデー、離れてミルサスピション。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はカワチサンライズ、あと 200m、 一気に後続がやってきた。マーベラスサンデー必死に追います。2番手はマーベラスサンデー、カワチサンライズ、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。カワチサンライズ1着、2着はミルサスピション、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチサンライズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マンハッタンワンです。これはいいスタートを切りました。タイガーヒル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してタイガーヒル鼻に立ちます。その後ろからはロイヤルアンセム、この馬も上がっていく構えです。さらにはマンハッタンワンです。7番スケベ人間、その後ろメイクキス、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から。先手を取ったのはブラウンサミット、内からはロイヤルアンセム、タイガーヒル、そのうちに続いています。もう一度先頭から。先手を取ったのはブラウンサミット、少し間が空いてロイヤルアンセム、タイガーヒル、すぐ後ろ青の帽子スケベ人間、その後ろすぐ隣にマンハッタンワンです、メジロブライト、好位をキープ、緑の帽子アルムタワケル、その後ろ内からはハイライズ、さらにはブラウンサイレント、黒の帽子デイラミ、その後ろ 1000m を通過。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から。先手を取ったのはロイヤルアンセム、ブラウンサミット、すぐ後ろ並んで16番、コートボール、マンハッタンワンです、そのうちに続いています。メジロブライト、好位をキープ、デイラミ、すぐ後ろ、その後ろにスケベ人間、ホライトヨーク、そのうちに続いています。すぐ後ろにハイフタラ、さらにはハイライズ、その隣にメイクキス。トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。先頭はタイガーヒル、タイガーヒル先頭、2番手はアルムタワケル、先頭を捉えるか。メジロブライト、まだ後ろ、懸命に前を追っています。メジロブライトいっぱいになった。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はメジロブライト、メジロブライト先頭、あと 200m、 メジロブライト先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にハイフタラ、ハイフタラ、ハイフタラ、1着、2着にはどうやらスケベ人間、勝ったのはハイフタラ、見事な勝利です。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オース、好スタートを切りました。ムタファーウェイ、ちょっと出遅れ、ダッシュよく飛び出してオース鼻に立ちます。その後ろからはストロングメドウ、この馬も上がっていく構えです。さらにはダンスインザプレス、1番 AM オペラ王、その後ろリンドスペイン、後方からもう一度先頭から。ストロングメドウ先手を取りました。好位置をキープしています。 AM オペラ王、ベレヌス、そのうちに続いています。内からはマッハセイント。では前の方から見てみましょう。なんと先頭は AM オペラ王、これには場内からも歓声が上がります。さらにはダリアプール、その外にオース、さらにはベレヌス、その後ろにマッハセイント、さらにはサードエイコーン、内からはダンスインザプレス、その隣にグリーンクライシス、これに続いてダブルバウンド、ウィルビーシュート、そのうちに続いています。内からはトロピカルトーク、1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から。先手を取ったのはストロングメドウ、2番手に1番 AM オペラ王、赤の帽子ダリアプール、その後ろすぐ隣にベレヌス、その横にオース、サードエイコーン、すぐ後ろ内からはマッハセイント、さらにはグリーンクライシス、白の帽子ダンスインザプレス、その後ろウィルビーシュート、それに続きます。トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。ストロングメドウ先頭、差はほとんどない。2番手はテームオペラを追いすがる。ストロングメドウいっぱいになった。ストロングメドウ先頭、差はほとんどありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はテームオペラを、テームオペラを先頭、あと 200m、 テームオペラを先頭だ。リードは2馬身、
このまま押し切れるか。テーモペラオ2番手はベレヌス、完璧です。圧倒的な強さを見せました。テーモペラオ1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。テーモペラオ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭は山勝スズラン、山勝スズラン先頭。2番手は河内クリースト、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。山勝スズラン先頭、1馬身から2馬身のリード。山勝スズラン粘る。河内クリースト食らいつく。山勝スズラン1着、山勝スズラン1着、2着にはどうやら河内プリースト、見事に勝ちました。山勝スズラン河内プリースト2着止まり、しかし何とか面目を保ちました。